ちゃ飛んでる。光が。え、それな。今日なんか最近さ、部屋の中入ったらさ、うわ、今日も暑いわって感じだったのにさ、今日めっちゃ涼しくてなんかびっくりした。え、寒いかもってなった。こんばんは、雪風さん、おーちゃんさん、スカパラダさん、ありがとう。雰囲気違う、本当。まつげとアイラインシュッてしたからかな。パースさん、ありがとう。チークしてないんですよ。ピンクっぽいけど、ちょっとほっぺた。久しぶりに長袖着てる。やっぱ寒いんやね寒いよね。お風呂上がりに髪を乾かすときドライヤー使うの、それとも自然乾燥？使いますよ、ドライヤー。こんばんは。最近2期生に夢中です。おー、いいやん。シティリバーさん、セリアさん、ありがとう。こんばんは、こんばんは。はじめはちょっといいな。SK48 の高井乃木さんとのラジオで知りました。チュリさんから LINE が来てさ、送ってて、ずっと今まで帰ってきてなかったっていうか、まあ会話が終わっちゃった、終わっちゃってたんですけど、さっきチュリさんの方から LINE が来て話してる。嬉しかった。うん、いいでしょ、いいでしょ、みんな羨ましい、いいでしょ。ひこりさん、坪井祐介さん、残沢さん、東京特許許可局局長さん、ありがとう。こんばんは。ロシアで曇り天気です。おお、ロシア、みちゅり、今日雰囲気違います。なんかギターの絵が書いてある T シャツが届きました。イエーイ。どうでした？ポケモンの話題違う。今日学校に来てた。早っ。ロシアって今寒いのかな、どうなんだろう。アトムちゃんさん、ありがとう。ね、明日野球開幕ですね。オフ感半端ない。本当？いいこと貯金っていいね。おん、いえ、マサさん、ハナゴンさん、ありがとう。しっとり感。普通に正探偵とお出かけしてきた。おお、なんか羽織れば着れそうな気がしてきた。ええ、スカバラダさん、ありがとう。でしょ、普段使いできそうなやつにしようと思って。お願いますそう、めーちゃん、ラルルラムドさん、コモチンさん、ありがとう。お願いますめっちゃ待ってたい。お願いますめっちゃ優しそう。
たいか。ゆきさん、ひろしってお姉さん、ありがとう。素材が結構薄いから雨降ってなんか透けそうだったいやうん、せよさん、ひろしってお姉さん、東京特許企画局局長さん、ありがとう。あれじゃん、水も滴るじゃないですか。あー、パンパンパン、タイヤ見てなさい、サイ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 、はい、サイドチェスト、サントラ届くの早。天ぷらを英語でなんていうのか知ってる？うーん、フライ、スカイフライヤー。どう？お寿司はね、英語ないんじゃない？寿司じゃない、多分寿司じゃないですか。あ、天ぷらは天ぷらじゃん、天ぷらも天ぷらじゃん、お寿司は寿司じゃん。なんか英語の教材で出てきた気がする。お寿司は出てきたことあります。寿司だった気がする。広島めっちゃ雨降ってますよ。すんごいほどの雨降ってる。え、天ぷらポルトガル語な。え、結局なんだった。プロテイン、プロテイン、プロテイン。確かに、でも今日めっちゃご飯食べた、夜ご飯。MKさん、東谷さん、ありがとう。聞こえるのは思う音？そう、耳を澄まして。聞こえます？雨が止むまでこのままにさせて。おいしいの食べた、辛いのやつ食べた、おいしかった。横川くんまだ出てきてないかも。だから町尾さん出てきたっていうか、1話しか見てないまだ。そう、ダダ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 、これどんな歌だっけ？カエルの学校だっけ？メダカの学校か。メダカの学校は川の中
てみてごらん、ちょっぱまぞいてみてごらん、なんだっけ、そっとか、もうわからん、川の中みんなでお遊戯しているよ、お願いマッサー、自分も6話だけど家でできる筋トレ学べていい、それな、ひろしてお姉さん、マサさんありがとう、微妙に音程が、いや音程わかんないんですよ、音程不安定な人じゃなくて音程知らない人、でん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 、はいはいはい、あーそれどんなんだっけ、あ結構前だけど風を待つのロケ地って、おどうでした、風を待つのロケ地はいいよね、私もねお正月に行きましたよ、音程不安定、ジョイそうジョイマンさん、そうなるの、雪道の映像見てたらめっちゃ大人っぽくなったなって、そうなんよ、なんだっけ、てんてんてんぐりがてバイバイバイ、最初なんだっけ、最初あれを走ったのすごいと思った、いやめっちゃしんどかった、あっ熊の子見ていたかくれんぼ、この道道が踊ってる狭いコーナーを見つけてテンションが上がる、あそこさあれですよね、あそこ猫の穴場、いつも2、3匹いる気がする、あそこに、お尻を出したく一等賞、ゆうきこやきでまた明日、また明日、てんてんてん、いいな、いいな、人間っていいな、おいしいおやつにほかほかご飯、子供の帰りを待ってるだろう、広島近々遊びに行きます、ぜひ、広島って何があるの、そりゃあ何もいろんなものがありますよ、もうやーよい子だねーしな、なんちゃらなんちゃらなんちゃらな、雷がすごい、嘘私んとこ鳴ってないかも、マサさん、ひろしてお姉さんありがとう、大久野島行ったことないんですよ、めっちゃ行きたい、広島帰りたいです、帰ってきてぜひ、プンツクト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 、もしもし神谷と桃太郎を2人で同時に歌ったら絶対釣られるってやつ、いつか出るかとやってほしい、面白そう、待って桃太郎って何、
もしもし亀よ亀さんよ、世界のうちでお前ほど歩みのないままで、どうしてそんなに呪いのかですっけ。あっちはん、桃太郎さん、あ、これもしもし亀よか。似てる。性別変えろ。アプリがダメだ。アプリは落ちて、なんか自分の iPad を更新するんですよね。やってみたい、それやってみよう。もしもし亀よ亀さんよ、世界のうちでお前ほど歩みの呪いものはない、どうしてそんなに呪いのか。合ってるかし。桃太郎さん桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな、まで。あげましょうあげましょう。あそこまででいいよね、多分ね。いくよ。あ、緊張する。それ2番。え、桃太郎さん桃太郎さん、何最初は。あげましょう以降がってことか。天才でしょ。それな、いきます。桃太郎さん桃太郎さん桃太郎さん、待って合ってる、ここまで一緒なの。ちょっと待ってゆっくりゆっくりね。もしもし亀よだ、桃太郎さんね。もしもし亀よだ、せー、桃太郎さん桃太郎さん、お腰につけたきびだんごって待って、集中いきます。これ耳塞いちゃダメですもんね。こっちはいい、こっちだけ開けちゃってダメダメ。おっきい声で歌おう、こっちを。いきます。桃太郎さん桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな、あげませんあげませんやばい、むずい。あげませんって言ったし、あれあげてよ。おかしいね、ひとつ。あ、あそこで終わりですよね。でも桃太郎さんの方、え、桃太郎さんの方、あそこで終わりよね。あげんかったわ、しびれ。1番はそこで終了やな。じゃあ次桃太郎さんをこっち取って、もしもし亀よ歌。桃太郎さん桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな、いきます。もしもし亀よ亀さんよ、世界のうちで亀さんよ、世界のだめっちゃ難しい。もう、もう
しもし亀王だった。もしもし亀よ亀さんよ、世界のうちでお前ほど歩みの長いものはない。どうしてそんなに呪いのか、悔しい。もしもし亀よ亀さんよ、世界のうちでお前ほど歩みの呪いものはない。どうしてそんなに呪いのか、むずっ。めっちゃ集中したらいける。もう一回一回さっき桃太郎さん桃太郎さん腰につけたけど、桃太郎さん桃太郎さん、お腰につけた君団子一つ私にくださいな。あげましょうあげましょうと、もしもし亀よもしもし亀よ亀さんよ、世界のうちでお前ほど歩みの呪いものはない。どうしてそんなに呪いのか。さあ聞いた聞いた、できた。イヤホンしてやって、でも皆さん聞こえないじゃん。あ、そういうことか、皆さん片方だけ聞けるってことか。えらっ、えらいな、イヤホンしてやってって言った方。めっちゃえらいじゃん。ニノさん、大チョコピーマンさん、ありがとう。全力で音声塞いでる感あった。桃太郎さん桃太郎さん、これ著作権ないですよね。桃太郎さん桃太郎さん、もしもしかもう行きます。桃太郎さん桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。あげましょうあげましょうと、もしもしかめよ、もしもし亀よ亀さんよ。おやすみ、待って待って待って、歌詞がわからなくなった。もしもしが世界の、もしもし亀よ亀さんよ、世界のうちでお前ほど愛みの呪いものはない。どうしてそんなに呪いのか。難しい。桃太郎強い。だってやっぱさ、そうよ。むずっ。めっちゃむずいわ。森のくまさんの臨床ができる。ある日森の中くまさんに出会った。花咲く森の道くまさんに出会った。くまさんの言うことにゃ、お嬢さん、お逃げなさい。下からさっさっさのさ、下からさっさっさのさ。なんで聞こえんと。イヤリングがなんじゃらこうじゃらですよね。
リングがなんちゃらこうちゃらなんだっけ。ところがくまさんの、あ、お嬢さん、私もの、あ、ところがくまさんが後からついてくる。とこ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 と、とこ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 と、お嬢さん落とし物、貝殻のイヤリング、白い貝殻の小さなイヤリング、かある日森の中、クマさんに出会った、花咲く森の道、クマさんに出会った、クマさんの言うことにゃ、お嬢さん、お逃げなさい、お逃げなさい、スタコラソッサのさ、スタコラソッサのさ、てる。ボイスメモは無限の可能性だな。カエルの歌、カエルの歌ってどんなんだっけ。カエルの歌が、カエルのう、ちょっと外れた、うんうん、カエルの歌が聞こえてくるよ、わわわわ、ゲコ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 ガガガ、ゲロゲロだっけ、ゲロゲロか、ゲコゲコ、グワ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 、ゲコゲゲロゲロゲロ、カエルの歌が、カエルの歌が聞こえてくるよ、ガガガガ、ゲコ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 ガガガ、いけてる、簡単、夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない、生きることに傷つきうろたえて無様でいたい、次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう、丸裸になってきつくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる、これにハマればいい。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない、生きることに傷つきうろたえて無様でいたい、次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう、丸裸になってきつくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。イエーイ、
これ楽しいじゃん。キヨさん、シティリバーさん、スーザンさん、坪ゆうすけさん、修造さん、タイガーさん、マサさん、ありがとう。お、イエーイ。ブンブンブンの文字と文字の間にルーを入れて歌ったりしました。ブルーンブルーンブルーン、ハルチルガルトルブルーン、オロイルケルナマルマリリニル、オロハルナルガルサルイッタルヨル、ブルーンブルーンブルーン、ハルチルガルトルブルーン。でも暗闇ぐらいしかハモれんの。ハモリのコツ、わかんない。ペダルこいで、ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる。もっともっと先へ。ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる。もっともっと先へ。わかんない。ゆらさんとやったことありますよ。動画だけど世に出さなかったけどね。結局ここにあるっけ。悲しきヘブンとか歌ってたけど違うのも歌った。夢が一つあった。これ何歌ったの。これならいけそう。今も誰かがいつか誰かがいつか好きなと言ってくれ。待って、なんだっけ。誰かがいつか好きなと言ってくれ。今まで自分の方から絶対誰かがいつか。本当はなんだっけ。本当
当はなんだっけ。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、自分の方から絶対告白なんかしないよ。だって突然膨らませてた心の風船が割れて、しゃがみ込んじゃって立ち直れない。好きになるのはとても簡単なことだけど、そうしそうよ、奇跡に近いのかもしれない。待て待て、ダメだ。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、誰かが誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、自分の方から絶対告白なんかしないよ。だって突然膨らませてた心の風船が割れて、しゃがみ込んじゃって立ち直れない。好きになるのはとても簡単なことだけど、そうしそう愛は奇跡に近いのかもしれない。あっという間に希望が消えて、それでも何のグッともない。綺麗な夕焼けに悪態つこう、そんな思いじゃなく小さな幸せでいい。恋が可能なくても恋してたい。好きだと言ってくれる日まで、自分の方から絶対告白なんかしないよ。だって突然膨らませてた心の風船が割れて、しゃがみ込んじゃって立ち直れない。好きになるのはとても簡単なことだけど、そうしそう愛は奇跡に近いのかもしれない。あっという間に希望が消えて、それでも何のグッドもない。綺麗な夕焼けに悪態つこう、そんな大事じゃなく小さな幸せでいい。恋が可能なくても恋してたい。シティリバーさん、スカバラダさん、ありがとう。大好きさん、ムケンさん、ユキさん、セリアさん、ビーディーマンさん、スカパルドさん、シティリバーさん、ジャストミトさん、リョウハさん、トムトムさん、ありがとう。でもこれやったことある曲だからできるんですよ、多分。初期まだやってみたことない曲だったらそんなすぐできない。制服がこんな重たいものだなんて、脱いだ瞬間今初めて分かったんだ。待って、歌詞合ってるっけ。すぐハモれない。難しい。姫お時間はぁ、4時間ね。意外とできましたね。ね、楽しい。
原点がチリやってるし、やってみようかな何かで。いきます、壇上を読みます。13位スランプくんさん、12位 M ケンさん、11位ツーモさん、10位東京都局歌局局長さん、9位コモチンさん、8位シティリバーさん、7位セリアさん、6位ダダダダムドさん、5位ヒロシティヨネさん、4位マサさん、3位ギルスさん、2位坪ユースケさん、そして1位はルルルルンジャンユキさんでした。ありがとうございます。ギルスさん、坪ユースケさん、ユキさん、ありがとうございました。そして今日のラッキーナンバー22位はルルルルンジャン、りょうすけさん、ありがとう、ありがとうございます。それでは今日も一日お疲れでした。ありがとうロバイチラップ、おやすみちゅー、また明日。